どうも、マリオオデッセイやります。目的地は、ここですね。アッチーニャ遺跡の塔の上となっております。では行きます。なんか話しかけてほしいみたいですね、これ。なんだろう。あ、踏んじゃいけない。突然地面から氷が飛び出してきて、砂漠が寒くなってしまったっすな。なるほど。セーブしよう。とにかく目的地へ急ぎます。クッパの足跡があると。じゃあ追っていきましょうか。こいつらをぶっ倒す。よっしゃ、これで倒せると。ほで、セーブ。あっちな遺跡入り口です。便利ですよね、こういう風に回転するやつって。ほあ、ダメだ、持ってこい。 OK。 でここになんかあるんじゃないかな。コインがあった。これなんかこうありそうですよね。ないのかな。あったあったあった、紫コインがあった。取っていこう。さあ行こう。でここのコイン取っていき、さあ進む。とにかくクリアを目指していきましょうか。でこれはおっとやばいやばいやばい。確かキャプチャーできるんですよ、これで。できたできたできた。でコインを取る取る取ると、ここで脱出できてですね、コイン取る取ると。でここを叩けばドーンと飛べるというやつだと。おお、覚えてる覚えていると。でここ、中間地点で、これなんかありそうですよね。コインですか、なんか書いてあるのかな。旅のワンポイントアドバイス、ヒップドロップ。もうやっちゃいましたね。行こう。でタイミングよく飛んでいけっていう話でしょうね。ほほ、あー落ちた。いや大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー。ここヒップドロップ、コインが出てきて、はいはいはい、コイン取れたと。じゃあここ入って 2D になるんでしょうね。うわやだ、とにかくやだ。ここコインか。ほでなんかいいのないかな。下はないか。しゃがむ。 OK。 ここはコインを取りの、うわーやっちゃった。でキャプチャー C の、ここもコイン取りの先に進む。さてとこれも 2D でしょうね。どっかに入り口あるんじゃないですか。あったあったあった。さあ 2D 頑張るよ。この 3D と 2D を合わせるっていうのってかなり、なんていうんですかね、アイデアですよね。全然考えた。おっと、なんかあそこ行けんじゃないですか。あ、やっぱり行けた。よし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 、隠れも見つけるというところですね。なんか上にどうやって上がるんだこれ。あ、こうか。うわこれ避けれんよ、ちょっとひどいな。よしよ、 B ダッシュはないんでしょうね。よしよし、サクサク、これでムーンゲットですね。でセーブをいたし、あ、なんかこう先の説明でしょうかね。あ、現れた、足場が現れた。集めて砂のムーンチップ。これチップ集めんですよ、ムーンチップを。でムーンになるんでしょうね。はい、回復者でセーブしまして、さらっと進んでいきます。これあれっすね、攻撃してくるんでしょうね。どうすんだこれ、こうか。あ、どうすればいいんだこれ。そっかそっか、思い出した思い出した思い出した。壊すんですよこれで。おっと、オッケー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 。でここも壊れる。オッケー、よっ、よし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 。でこれでこっち側か。よしでこれで、およしよし、これで、お壊れろ壊れろ。
ああ、これ連鎖するんですね。ちょっときついな。大丈夫、避け。これは避けれるのよ。ああ、ダメだ。そんなに連鎖しなくてもいいのよ。よし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 。で、これ最後コインをこう。ああ、ダメだ。取りたい。コイン取りたい。よし、それだ。よし、中間地点。で、これは取れて、ムーンチップですね。かけらがありますという形ですか。確かね、このなんかモアイのみたいなやつを、キャプチャーしないといけなかったんですよ。ちょっと、押していって、いけた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 。で、こいつはメガネをかけると道が確か見えるんですよ。ほら、あんな風にね。でも遅いという話でしたね。じゃ、取っていくよ。はい、2個目ゲット。これであと3つ、ムーンのチップを集めると、まあ1個のムーンになるという形だと思いますね。探すよ。どこだい、なんかないの。あ、これ上に、多分モアイで上に行かなくちゃいけない。あ、ここにまずはムーン取ろう。ちょ待って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 、はい、早送り。で、これモアイになるとこんな風になると。なるほど、まっすぐ行けるはず。うわ、怖いねこれ、すげえ怖い。え、コイン、まあコイン、あ、もうこの場合取らんといかんでしょうね、きっと。お、落ちそう、マジ怖え。 OK、 よしよしよし。なぜコイン取らんねんって言われそうな気がしますからね。まっすぐ行きゃいいはずなんですよ。落ちない。お、超怖え。ここであれですね、ジョイコンがきついって感じになりますね。スティックですからね。十字キーだったらそうではないんでしょうけど。よし、勇気を出していく。おお、怖い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 。見えないってほんと怖い。で、ここもそうですね。よし、勇気出していく。多分まっすぐ動いてるはず。怖い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 。OK、あともう一個ムーンチップがあればいい。あそこか、わかりました。これは勇気を出して落ちる。で、これで、ムーンがコンプリート。あ、ムーンチップがコンプリートで。どこにあるムーン？あ、そこですか。OK、取り行こう。もうモアイさんはいいや。ごめんなさい。これはこうか。よし。じゃあ、ムーンゲットです。はい、ゲット。で、先に進めるようになるという形ですね。なんかこれ逆三角形のピラミッドのなんかこう入り口みたいなのが開くと。ヘルプとなってますね。逆さピラミッドの対決となっております。この上まで行かなくちゃいけないんでしょうね。ヘルプと、誰が助けを呼んでいる。ピーチなんでしょうね。さあ行こうかな。なんかあそこに望遠鏡みたいなのがあるな。双眼鏡かな。これどうやって見るんだ。あ、キャプチャーして見るっていうのもすごいですね。あ、あそこですか。はい、終わった。行こう。なんだ、なんか、いる場合。話しかけてみましょうか。逆さピラミッドの様子が変すな。中にあるお宝、結婚指輪はどうなるすな。そう、結婚指輪、そう、結婚にまつわるものを探すっていうのが、今回重要でしたので。あ、なんかあるぞ。これもちょっと話しかけてみよう。何ですか？大事な羊が3匹もいなくなってここに集めてくれると嬉しいっすな。羊？待って、これどうしよう。羊どこやねん。とりあえずいいっすか。とりあえずはあのクリアしていいっすか。多分あそこムーンなんですよ。逆さピラミッド内部となっておりますね。これどうやっていくかっていうと、やっぱりこのキラーをキャプチャーで、こういくと。で、あ、これ当たっちゃいけないんですよね。ここまっすぐ行くと、ここにぶち当たって先に進めるという形になりますね。じゃあ 2D の世界行ってみます。左側はなんかないかな、これ。お、あ、違う、ごめんなさい。うわ、あー、隠し力あった。こうなってたのね。で、こうすると重力が逆になるんですよね。こういうなんかアイディア、
これどうすんだ、よよよよ、やだ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 。まあこうしてこうすればいいっていう話ですか。お、よし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 、おお立体的、まさに神ゲー。これは怖い。これちょっとね取りたいんですけどね。こうか、あ、単なるコインなのね。こうしてこうすれば、あ、いける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 。でこうして、でコインを普通に取って入る。ちょっとこう見えにく、ちょっとこれ三半規管弱い人ごめんなさい。コインを取って、確かこうムーンがあったんすよね。そのムーンを取りたい。多分行き過ぎればムーンとかだった気がするな。そう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 、思い出した思い出した。この穴に入るとムーンがゲットできた気がします。やっぱりやっぱり、あったあったあった、はい、ムーンゲットです。逆さ引き画の秘密です。ここムーンめっちゃ集めないと先進めないっすね。これはきつい。まあけど頑張ります。これでこの中入ればいいと。これどうなってんだ、こっち右側に行けんやか。これで、あ、 OK、 3G になると。あ、はいはいはい、思い出した。これでボーンで道ができるんですよ。 OK で飛ばせるんじゃない、実はなんかキラーを、 OK、 キラーを連れてくるんじゃなかったっけな。うわっと、頼む頼む頼むぞ。はいはいはい、ほっ、 OK、 ハートをゲットで、あー、やっぱりキラーでこっちまで来ないといけない。さらに、うお、キャプチャー、 OK で、こういくという感じですかね。さーてと、これはこの柱みたいなのを避けて、さらにここでぶち当たるってことなんでしょうね。 OK で、よしで、ここも開いてドーン。 OK、なんか隠しないかな。ないっすね、多分ない。先行こう。はい、ボス戦ですね。ハートは満パンですけれども、取らなかったらなんかなんで取らないよって言われそうなんで取っていきます。さあ戦いです。はい、前回のオデッセイの動画に、動画でですね、今更スーパーマリオオデッセイとはというふうなことでね書かれております。今確認しました。なんかやりたくなったんですよ。すごい、こいつどうすんの、これじゃダメだと。なんか打たせないとダメなんでしょうね。こうか、なるほどね。そうだ、え、これ倒し方がわからんのですけど。ダメだ、おっと、わからんな、これ どうすればいいんだ。あー、なるほど、でっかいのが来て多分疲れるんです。オッケー、この時に、え、違うのか、あ、これでキャプチャー。うわ、ダメだ、うー、何、どうすればいいねんこれ。で、こうか、なるほど、オッケー、やっぱりか、なるほどね、これでオッケー、わかったわかったわかった、倒し方はわかった、大丈夫大丈夫、ルールが分かればなんとかなる、そんなもんです。あ、そうでもなかったどうしよう、ちょっときついぞこれ。こうして、おー、ただに打つだけでいいんだ。で、この間に OK、 これなんとかならんのかな、これ足を合わせられないだけ。さあ、これ、うわ、もうこれ足は全然ないやん、きついな。まあ、逃げること、まあ、逃げるってことは得意です。人生逃げてきたんで、で、いや、戦った時もたまにありますよ。多分これで、おお、終わりだ。どうする、よし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 、で踏ませてもらいました。勝ちましたね、これ、これは勝った。ありがとうございます。これでグランドムーンゲットですね。はい、逆さピラミッドの対決、グランドムーンゲットです。やりました。なんかどうしてあれが浮くのか、動力源が気になりますけどね
で、砂漠に開いた大きな穴。なるほど、確かにでかい。ブルータルズに邪魔されたけど順調にパワームーンは集まっているよ。逆さピラミッドが浮いている。それにもっと寒くなったような。クッパの仕業かな。あいつら本当にろくなことしないね。すいません、なんかあの羊のところに戻ってきまして、羊3匹集めようと思ったんですけど、なんかいらっしゃらないんですよ。多分またクリアしたら、あのこのコースクリアしたらできるようになるんでしょうけど、あのイベントを。だけど今できないみたいですね。ごめんなさい、なんか情報ある人で、あの情報わかってる人がいましたら、ちょっとなんかコメント欄で教えていただければと思います。ごめんなさい、お願いします。はい、というわけで、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。